選ばれなかった人は罰ゲームです。はい、選ばれる自信ある人、はい、壁からちょっと今作戦会議してるみたいなんで、ちょっと OK になったら声かけてくださいね。余裕、余裕のよっちゃん。余裕。皆さんこんにちは。どうも、おせー。はい、どうもだよ。どうも、おせーです。そしてパパです。テンション低い、パパ。パパ低い。いやいや、渋く言ってます。渋く、あんまり味がない、あんまり味がない、あんまり味がない。今度日本に帰った時にひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんに会う約束をしているんですが、なるほど、はい、久しぶりに会って嬉しいね。楽しみだよね。久しぶりじゃなくて会えないの、カナダと日本じゃ。そうだね。また動画を撮るんですが、お土産をね買っていきたいなと。まあ普通にお土産を買っても面白くないよね、うん、なので対決にしたいと思います。ほう。予算は1人50ドルです。はい、うん、それぞれ買い物に行ってきてもらって、まーちゃん用、おーちゃん用、一つずつお土産を買ってきてください。はい、まーちゃんとおーちゃんには誰のプレゼントかわからない状態で開けてもらって、どのプレゼントが一番嬉しかったか答えてもらいます。選ばれなかった人は罰ゲーム。あ、何の？まだ決めてない。じゃあ今から買い物に行きますよ。はい、レッツゴー。バイバイ。せいちゃんからまず聞きたいんですが、ルールを追加させてください。時間制限があります。15分以内に買い物をしてください。1、2、3。あー、もう始まったの？じゃあ用意、ドン。行こう。なる、欲しいから。どこ行く？この下入ってんのは、このお店。わー、大人の洋服だよ。せい、15分しかないからね。わー、ベイビー。違うお店に行く？うん、時間ないよ。これかわいい。いいじゃん、ネックレスかわいいね。はい、次かほちゃんの番ですよ。よーい、ドン。クリスマス前で商品がなくなってる。うわ、ない。どうすんの？ない。串なの？でも B と K だ。わー、ほとんどなくなってる。なくなってる、空っぽだ。カゴカゴ、こいつかわいい。それはどっちに？難しいぞ。よいしょ。勝てますか？勝てません。勝てません。わぁ、ちょっと全然なんか洋服屋さんばっかりで、ただ洋服屋さんに入ったところでね、なかなかセンスがいいものを買える気もしないんで。どうしようかな。やばい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 、時間がない。これもかわいいじゃん。一回カメラ止めて真面目に選びたいと思います。買いましたが、もう15分経ちそうなんで、ちょっと走ります。最後、間に合わない間に合わない間に合わない。カホセイチャンネル、ひまわりチャンネルさんのうちにやってきましたよ。はい、じゃあちょっとまーちゃんとおーちゃんに挨拶してもらおうか。いい、せーので、みなさんこんにちは。ひまわりチャンネルのおーちゃんとおーちゃんです。イエーイイエーイ。カホセイチャンネル、まーちゃんとおーちゃんのためにお土産プレゼントを買ってきました。お土産、みんなそれぞれまーちゃんにこれがいいんじゃないか、おーちゃんにこれがいいんじゃないかって考えながら買ってきてもらったんで、はい、どのお土産が一番良かったか選んでもらいたいと思います。はい、はい、ただし誰のお土産かは分かりません。選ばれなかった人は罰ゲームです。はい、
まーちゃん、おーちゃん、笑っちゃいけないタレントめちゃくちゃ強いんですよ。なので、選ばれなかったことはまーちゃんとおーちゃんが笑うまで笑っちゃいけないチャレンジをしていただきます。これ選ばれればいいんでしょ。そう、選ばれる自信ある人。オレンジがまーちゃんへのお土産ですね。かわいいまーちゃんの。3つあるんでどれが誰かわかりませんよ。そして青がおーちゃんへのお土産になりますね。我々はリアクションしちゃダメだよね。リアクションしてもいいんですけど、言葉言っちゃうと誰のかわかっちゃうんで、後ろで顔芸でお願いします、はい。じゃあ2人ともどれでも好きなものから開けてもらって構わないんで、まずちょっと1つ選んでもらって。これ誰のかな。開けます。お、なんかいっぱい出てきた。わー、かわいい。出せるじゃんこれ。いい反応ですね。まず二人ともぬいぐるみが入ってますね。これ気づいてます？猫です。まーちゃんおーちゃん猫飼ってるから多分猫だ。そしてこれは、あ、同じものが入ってるよ。これはユニコーンなんですね。それの中にアクセサリーが入ってます。はい、どうぞ。これなんか、これなんか、これなんか、かわいいね。すごい。早速つけてみたいと思う。誰かちょっとつけてあげて。はい、すげえ。なんかちょっと本当に嬉しそうな反応ですね。パパ、おーちゃんつけてあげてくれます？つけ方わかんない。え、つけ方わかんないの？パパ、ネックレスなんてつけたことないんで。今外したアクセサリーを入れるように。モフモフしてる。モフモフしてる。ここに物挟むのか。ここに指輪とか挟めるようになって。ちょっとこれはつけたい。つけたい。リアル反応だよ、リアル反応。オッケー。うわ、すごい。え、一人しか選べない。一人しか選べない。ちょっと待って、ね、次、どれいきます？オッケー。じゃあ、開けましょう。開けます。お、わぁ、バッグみたいなの。わぁ、かわいい。これなんかユニコーンみたい。キラキラしてる。全然違うものが出てきたね。え、すごい。ユニコーンだ。ユニコーンのペンが出てきましたね。モフモフしてる。洋服。カナダって書いてある T シャツ。すげえ。マーって書いてある。マーちゃんの M のネックレスですね。で、指輪？これ。イヤーカーフって言って、穴を開けなくても耳にこうピトってつけられるアクセサリーになってますね。じゃあつけてみようかな。これ、カナダによくいるムースちゃんですね。かわいい。かわちゃん、つけてあげてくれる？すごい。おしゃれ。ついてる感じしない。おしゃれ。すげえ。ミーティングにもつけるの？ついた。かわいい。何これ？違うところ。あ、このブリッジ。壊した。おお、出てきた。すごい。そして最後。よいしょ。わあ。あれ？見たぞ。え？これ？あ、耳当てだ。耳当てだ。耳当て。耳当てだ。耳当て。ユニコーンのモフモフ。耳当て。めっちゃ似合う。これ知ってる？これ。ばあちゃんの。見たことある。見たことある服ですね。いいやつでしょ。最初にこれが出てきた。あ、これさっき見ましたね。なんかどこかで見ましたね。どこかで見ましたね。テレビでちょっと見ましたね。おー、そしてこれがイヤーカーフ。割れ物っぽい。何それ。すげー。ここからお金入れてユニコーンの。なるほど。おわー、ね、もう一つプレゼント。何？プチ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 最高だね。何？みんなでプチプチしてんだけど。これが一番嬉しいみたいな。ほい、お土産全部並びましたよ。ドキドキハートが。ドキドキハートがドキドキする。こっちがまーちゃん、こっちがおーちゃんへのお土産ですね。じゃあ私は絶対選んで。お願い。じゃあまずまーちゃんから行こうかな。決まってる？決まってます。決まってますか。一回これ選んでください。お願いします。まーちゃん全然悩んでない。お願いします。みんな正座してもらって。壁から。あ、最初まーちゃん、最初まーちゃん。じゃあまーちゃん行きますよ。一番気に入ったお土産を一つ選んでください。よーい、ゴー。これ、これ、
いいですか。はい、かおちゃんのネックレス、今つけてるこのポンポンのところがすごい可愛いなと思って。でもこっちには勝てなかったんだね。パパのはどうでしょう。二つとも同じじゃん、同じじゃん。二つとも同じだね。雑はね、おーちゃんは、私はね、かおちゃんの2位だと思ってたんだね。こっちが可愛すぎたね。それでこっちちょっと3位なんだけどね、ちょっと、うん、昭和のお土産って感じ。昭和っていつって思われちゃうけどね。お土産。オッケー、じゃあ罰ゲームいきましょうか。マンタとオチャこっち側に並んでもらっていい？カホカホカホカいった。カホカホ頑張れるかい？うん、頑張って。はい、じゃあカホちゃん、カホちゃん遠くへ。カホちゃんがまずパパからいきますか。正座して近くに行ってもらって。かわいい。罰ゲーム始めますよ。よーい、同じね、ドン。じゃあ写真撮りますよ。はい、チーズ、チーズ、チーズ。今ちょっと笑ったんじゃないの？見えてなかった、見えてなかった。笑ったよ今。見えてない、見えてない、見えてない。背につられ笑いって感じ。一発目でかけてた俺。床に寝転がって。なんかね、パパを使って笑いを取るってこと？よーい、ドン。それはダメ、カオ、それ下ネタダメってさっき自分で言ってたじゃん。カオちゃん、ちょっと一回休憩入れます。はい。ネタがない。でも結構、あ、ネタね、でも一個あるんだから恥ずかしいの。あ、そうなの、じゃあそれやる。いいよ。オッケー、じゃあもう一回カオちゃんいきます。ほんとに。じゃあ次パパの番。正座して。顔が一生懸命だ。ここ、こうして、こうして、こ
こをこうして違うここを唇をこうやって出してて、こうしてマントヒヒちょっと性のサポートが必要です。性サポート行って。ちょっと今作戦会議してるみたいなんで、ちょっと OK になったら声かけてくださいね。余裕？意外と余裕のよっちゃん。余裕のよっちゃん。ちょっと笑ってたよ。見てね。決まった？決まりました。オッケー。頼みますよ。もうこれで決めますよ。じゃあ、よーい、ドン。こうじゃない。大丈夫？おい、ちょっと向かわせます。合わせるのめんどくさいから。近くに行って3人で。めっちゃ聞こえてんですけど。いやいや、もうそれを量がすぐ変容しますか。よーどん。強すぎ。でも怪しいとこあったよね。